平野紫耀、神宮寺勇太、岸ゆ太、ナンバーアイがナイロンジャパングローブ類集04の表紙を飾り、ファンを冠類へと誘う。日本のエンターテインメント界において新たな風を巻き起こしている、ナンバーアイ。元、キングピンスの平野紫耀、神宮寺勇太、岸ゆ太からなるこの新しいグループが、驚くべきスピードで注目を浴びています。 彼らが初めて登場した雑誌、ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙に躍り出た瞬間、ファンたちは感類しました。この記事では、その感動的な瞬間に焦点を当て、この新グループ、ナンバーアイの未来について探ります。ナンバーアイの誕生。 新グループナンバーアイの誕生は2023年10月15日東京ドームからの生配信にて発表されました。平野志要、神宮寺裕太、岸裕太の3人は以前からキングピンスとして活動していましたが、この日を境に新たなステージに挑戦することを発表しました。この発表は 彼らがいかに自身の芸能活動に真剣に向き合っているかを示すものでした。さらに注目すべきは、3人が滝沢秀明さんが設立した芸能事務所、とべに合流したことです。滝沢秀明さんは、日本のエンターテインメント界で非常に影響力のある人物であり、この遺跡は、ナンバーアイの未来に大きな期待を抱かせます。 彼らがトべの一員として活動することで新たな可能性が開かれることでしょう。ナイロンジャパングローブルイシュー04の登場。ナンバーアイのファンにとって最も感動的な瞬間の一つは11月15日に発売された雑誌ナイロンジャパングローブルイシュー04の表紙に彼らが初登場した瞬間でした。 この雑誌は国際的な視点でファッション、カルチャー、エンターテインメントに焦点を当てるもので、その名前が示す通り、グローバルに注目される内容を提供しています。ナンバー・ I はこの雑誌の W 表紙に飾り、その美しいビジュアルと存在感でファッション界に革新をもたらしました。彼らの姿はエレガントでありながら、斬新で新しいスタイルを提示しています。 この瞬間を捉えた写真は彼らの魅力とポテンシャルを見事に表現しています。紙面内容。雑誌の中身もファンにとって非常に魅力的なものでした。W 表紙から始まるアクスチャンギングラブレターズラブレターの文通というテーマにより読者はナンバーアイのメンバーとの深いつながりを感じました。ストーリーは 彼らの日常生活や芸能界でのエピソードを通じて展開され、ファンたちに彼らの素顔に近づく機会を提供しました。さらに雑誌には1万字以上に及ぶロングインタビューも収録されており、彼らの人生や音楽への情熱について詳しく語られています。このインタビューはファンにとって貴重な情報源であり、 彼らのアーティストとしての成長についての洞察を提供しています。ファンの感想。ナンバー・ I が雑誌、ナイロン・ジャパングローブル・イシュー04・ゼロに登場した瞬間、ファンからは感類の声が多く寄せられました。SNS を中心に彼らの登場についての喜びや感動が広がりました。以下は一部のファンのコメントです。 待ちに待ってた三人でのお仕事嬉しくて震えましためちゃくちゃカッコいいです。最高です。気しすぎて言葉が見つかりませんもう最高でこのお知らせだけで泣いていますもうこのテキストを読んだだけで、感類これらの感想はナンバーアイがファンたちの心をわしづかみにし新たな冒険へと駆け出した瞬間に対する感謝の表れであり彼らの応援がいかに強いかを示しています。 ナンバー・アイの誕生と雑誌ナイロン・ジャパングローブル・イシュー04・ゼロヨンの表紙登場はエンターテインメント界において大きな話題となりました。元キング・アンド・ピンスのメンバーたちが新たなステージに立ち、より大きな夢を追い求める彼らの姿に多くのファンが感動しました。今後の彼らの活躍にますます注目が集まることは間違いありません。 No.I. の未来の輝きに期待が膨らむばかりです。